皆さんこんにちは。これから聖書講座の第4回目をご一緒に学んでいきましょう。前回はアブラハム、イサク、ヤコブという聖書の重要人物を学びました。特にアブラハムが神と結んだ契約は大変重要で、新約聖書までつながっているものです。またヤコブが12人の息子のうち、とりわけヨセフを可愛がっていたこと、そして兄たちがヨセフを憎み、彼を穴に投げ入れエジプト人に売ったことをお話ししました。今回は舞台をエジプトに移し、ヨセフ物語の続きを確認し、その後イスラエルの民がエジプトを脱出するまでのお話をいたしましょう。さて、エジプトに売られたヨセフはその後ファラオの役人の侍従長に仕えました。ある時、彼はファラオの夢を解き明かして、エジプトの国が7年間の豊作の後、7年間の飢饉に見舞われることを予言します。それによりヨセフは宮廷の責任者に任命され、王の妻子ポテペラの娘アセナテを妻として迎えました。7年間の飢饉はヨセフの父ヤコブと兄たちが住むカナンの地まで広がります。ヤコブは穀物を買うためにヨセフの10人の兄たちをエジプトに向かわせました。ヨセフはエジプトの司政者として穀物を販売する監督をしており、兄たちが来たことに気づきましたが、兄たちはその監督がヨセフだとは気づきませんでした。しばらくしてヨセフは自分の素性を兄弟に明かし、家族の命を救うために神が自分を先にエジプトに使わされたのだと語り、兄たちを責めることはありませんでした。そしてヤコブと家族をエジプトに連れてくるようにと勧めます。ヤコブたちは一家を挙げてエジプトへ行き、ヨセフと再会します。そして彼らはゴセンの地に定住しました。ヤコブは死期が近づいた時、ヨセフの二人の息子マナセとエフライムを自分の子供にしたいと願い、自分の息子たちを呼び寄せ彼らを祝福しました。ヤコブはエジプトで17年生き、147年の生涯を閉じました。その遺体は遺言に従いエジプトから運び出され、アブラハムとその家族と同じマクペラの洞窟に葬られました。ヨセフは父の家族と共にエジプトに住み、110歳まで生き、兄弟たちに言いました。私はやがて死にます。神は必ずあなた方を顧みてこの国から連れ出し、アブラハム、イサク、ヤコブに使われた地に導き上られるでしょう。その時あなた方は私の骨をここから携え上りなさい。そして約400年の時が流れ、イスラエルの民はエジプトでおびただしく数を増していきました。その頃、ヨセフのことを知らない新しいファラオはエジプトを支配し、イスラエルのために脅威を感じ、生まれた子が男児であった時には殺害するようにと命じます。ファラオの命令が下って後、レビ族のある夫婦の間に二人目の男の子が誕生します。その子を助けるため、家族はパピルスの籠を防水して、その子を寝かせ、ナイル川の足の茂みの間に置きました。すると水浴びに来たファラオの王女がカゴの中に赤子がいるのを見つけて不憫に思い、乳母を見つけて育てさせることにしました。実はその乳母はその赤子の実の母でした。その子が大きくなると王女は彼を引き取り、モーセと名付けて言いました。水の中から私が引き出したからです。モーセは成人し、エジプト人が同胞のヘブライ人を撃っているのを見て、そのエジプト人を撃ち殺し、死体を砂に埋めました。そのことを知ったファラオは追手を使わしましたが、モーセはすでにミディアンの地に逃れた後でした。モーセはその地の祭司であるエテロの娘、チッポラと結婚し、ゲルショムという男の子を授かりました。さらに長い年月が経ち、ついに神がイスラエルの民を救われる時が来ました。モーセは宗徒エテロの羊の群れを飼っていましたが、ある時神の山ホレブで燃え尽きることのない芝の中から
神が語りかけられる声を聞きます。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。さらに神はモーセを用いてイスラエルの民をエジプトから導き出そうとしておられることを告げられ、私はあってあるもの、とご自身の名を明かされました。モーセがそのような重い任は負いきれないと言いますと、神はモーセに手に持っている杖を地面に投げるように命じられました。杖は蛇に変わり、その尾を取ると再び杖に戻りました。主はモーセにエジプトに帰るように促し、モーセは祭司を連れ、手には杖を携えてミディアンの地を出発しました。主はモーセにファラオの心を固くなにされることを告げられました。そしてモーセはエジプトに向かう途中、神の山ホレブで兄のアロンと会い、主の言葉を彼に伝えました。その後、モーセとアロンはファラオのもとへ行き、神がイスラエルの民をエジプトから去らせ、荒野で祭りをさせるようにと命じられたことを告げました。しかしファラオはイスラエルの民にさらに重い労役を負わせ、事態は悪化するばかりでした。神はモーセに言われました。それゆえイスラエルの人々に言いなさい。私は主である。私はあなた方をエジプト人の労役の下から導き出し、あなた方をあがなうであろう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓ったその地にあなた方を入らせ、それを所有とし与えるであろう。私は主である。この時、モーセは80歳、アロンは83歳でした。ファラオの心は依然として固くなであったため、主は遠の災いを起こすことをモーセに告げられ、その通りに災いが起こりました。第一は血の災い。第二はカエルの災い。第三はブヨの災い。第四はアブの災い。第五は疫病。第六は腫れ物の災い。第七は雹と雷の災い。第八はイナゴの災い。第九は暗闇の災い。そして最後はエジプト人のウイゴの死で、エジプトの国中のウイゴはすべて打たれました。しかし神はイスラエルの民にはその夜家族ごとに子羊一頭を食べ、家の入り口の鴨居と柱にその血を塗るようにと命じ、血が塗られた家は過ぎ越されたのです。ファラオはエジプトのすべてのウイゴが打たれたのを見て、モーセとアロンを呼び出し、エジプトからイスラエルの民を追放しました。彼らがエジプトに住んでいた期間は430年でした。主はモーセとアロンに、この出来事を記念して過ぎ越しの祭り、ウイゴの奉献、除光祭を守るようにお命じになりました。さて、ファラオがイスラエルの民を去らせたとき、神は彼らがペリシテ人との戦いを避けられるように、紅海沿いの荒野の道に迂回させられました。主は、昼は雲の柱、夜は火の柱によって民を導かれました。モーセはヨセフの遺骨を携え、民と共に行進を続けました。ところが神はファラオの考えを一変させ、ファラオは自らの軍勢を率いてイスラエルの人々の後を追い、彼らに追いつきました。眼前には紅海が広がっています。あわやという時、主はモーセに杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べるように言われ、海を二つに分けさせました。海は乾いた地に変わり、イスラエルの民は無事に渡ることができましたが、続いてファラオの全軍が海に入ると、水は元に戻り、兵士は皆溺れ死んでしまいました。民は大いなる宮沢を見て主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じました。
次回はイスラエルの民がモーセに率いられ、アラノから約束の地イスラエルに向かうお話をします。どうぞお楽しみに。